川越市議会は埼玉県川越市に設置されている地方議会である。川越市議会の定例会は毎年3月、6月、9月及び12月に招集され、その他にも必要に応じて臨時会が開催される。は、会派代表者。2018年9月14日、議会事務局の女性職員が荒井喜一議員から セクシャルハラスメントパワーハラスメントを受けたとの申し立てを行い、同議員の処分を求める申し入れ所を市議会に、また要請を市に提出した。女性職員は、議会事務局に配属された同年4月から、同議員から太ももを触られる、飲酒を強要される、新井議員宅での飲み会への同行を求められる、卑猥な言葉をかけられるなどのセクハラパワハラを受けたという。 市議会は同日会派代表者会議を開き、第三者による調査委員会を設置し、事実関係を調査することを決めた。また市はセクハラパワハラ担当部署の相談体制を点検し、他にも同様の問題がなかったかどうか調査することを表明した。同年10月12日、新井議員は辞職した。第三者による調査委員会は同年11月、 新井議員によるハラスメントがあったと認定。さらに、同年12月6日には、カ沼秀幸議員、樋口直樹議員もハラスメントに関与したと認め、謝罪した。同年12月12日には、全会派連盟により議員提出議案、川越市議会会議規則の一部を改正する規則を定めることについてが提出され、原案可決新たに、 川越市議会議員倫理条例策定会議を設置することを定めた。同年12月21日、川越市議会のハラスメント根絶に関する決議が全会一致で可決され、同日、カ沼議員、樋口議員それぞれに対する問責決議、さらに両議員と同じくハラスメントに関与した小高博之議員に対する問責決議が賛成多数で可決された。 2019年1月、川越市議会議員倫理条例策定会議が開かれ、全会派が出席。2月に、セクハラ防止の条例案を提出した上で、パワハラ等も含む、ハラスメント全体を防止する、条例案の検討を進める方針を確認した。2019年2月21日、荒井前議員は、女性職員が主張しているようなセクハラの事実は、一切ない。 女性職員の主張は名誉毀損に当たるとして、女性職員を相手取り、330万円の損害賠償を求める訴訟を埼玉地方裁判所川越支部に起こしたことを明らかにした。また、同年4月に執行の市議選に無所属で出馬したが、落選した。人気満了日一覧。埼玉県庁。2021年2月7日閲覧。 会派別議員一覧表川越市川越市議が、セクハラ課職員が処分の申し入れ書、提出2018年9月14日。産経営新聞、埼玉、川越市議セクハラ問題重鎮に、何も言えず、審議会、事実関係を調査へ2018年9月15日、東京新聞議員提出議案第3号、川越市議会会議規則の一部を改正する規則を、定めることについて、 平成30年12月12日提出川越市、平成30年第5回定例会の議決結果、一覧2018年12月21日、川越市式会セクハラ防止条例案検討へ2019年1月9日、NHK 首都圏ニュースウェブハット、全市に違法でないセクハラ訴えた女性を提訴。読売新聞。 2019年2月23日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年3月4日へ図覧。セクハラ市長の女性職員を提訴、元川越市議、名誉毀損だ330万円賠償を求め、出馬以降も、女性の反応は2019年2月22日、埼玉新聞。ありがとうございます。